こんにちは、グリーンです。今日はですね、ちょっとどういうことで風が止みましたねでまあそれはどうでもいいんですけども、天気が良くて気持ちいいなと思うんですけど、昨日めちゃくちゃ風強かったですよね。びっくりしたんですけども、でちょっと今日はこれからキャンプに行くんですけど、その前にちょっと、まあ、キャンプ場でちょっとラフに撮るのも良かったんですけど、ちょっとちゃんと撮ってみたいなと思って撮っています。で、アルミ製品のその後についてお伝えしたいんですけれども、 UCX2 ですね。で、先日まあ、国内在庫が全然ないので、まあ、海外から僕の方で買い付けますっていう動画をして、まああんまり来ないかなと思ったんですけど、まあ、何名かご連絡いただきまして、で今ですね、2台お送りすることになりました。はい。で、まあ、1人目の方は、まあ、特別価格っていうことで、まあ、本当に、なんていうかな、手数料もなく、カツカツの金額で、お知らせしてたんですけども、まあ、2人目以降の方は、その金額にはならなかったんですけど、まあ、ネットで見かけるぐらいの金額で、お送りすることになりまして、それがですね、ちょうど、まあ、やっぱり、買いますって言ってくださる方がいたんですね。で、まあ、そう言ってくださる方優先にはなったんですけども、で、ちょうど、海外の在庫見てたら、なんかね、2つ在庫あったんですよね。で、買いますって実際に言ってくださった方はその時1人だったんですけど、ただまあまだ入金いただいてない状態で、まあ結構やっぱり人数あるなと思ったので、2つ在庫見た瞬間にもうポチったんですね、僕。で、ただ、なんかそこまあ在庫あるって書いてあるけど、本当にあるか分かんなくて、入荷が、まあ、1ヶ月先、2ヶ月先の場合もあるかもしれないと思ったんですけど、なんか本当に在庫あったみたいで。で、発送されたんですよね。で、多分もうすぐ届くんですけど、で、そのカッターは本当に、ご購入いただくってことで、お送りすることになると思うんですけど、で、ちょうど、もう一人の方が、欲しいですって言ってくださって、で、その方も、まあ、購入決定っていうことで一応ご連絡いただいてるので、まあ、その方にもお送りする予定なんですね。で、多分、まあ、10日後までにはお届けできるかなっていう感じで、今、頑張っています。はい。というわけで、まあ、本当に、何年かかるんだってぐらい国内では在庫ないと思うんですけども、そういう形ですね。で、RM 製品っていいのが、まあ、保証については、結構皆さん気になると思うんですけど、まあ、何かあった際に、サポート、対応ですね。で、国内正規品で買うと、まあ、シンタックスが日本の総代理店なので、そこで保証していると思うんですけど、で、製品登録していれば、基本1年間かな、国内サポートを、あると思うんですよね。ただ僕そのサポート受けたことないけど、まあ、なんかなんでしょうね、故障具合にもよりますけど、不具合の状態、結局代理店なので、 RME ってドイツの会社ですよね。で、まあ、本国に送らないといけないって多分絶対あるんですよ。で、その場合送料はご負担いただきますとか多分言われると思うんですよね。多分5、6000円かかると思うんですけど、それって別に自分でやっても同じなので、僕だったら自分でやるんですけど、で、かつ国内の保証期間って1年間なんですけど、 RM 製品って基本本国で5年間保証されてるんですね。なのですごいですよね、5年間っていうの結構安心ですよね。で、要するに僕変なこと言ったな。EU 圏内、ヨーロッパで
アーリーミ製品は、ヨーロッパ、5年間保証されますね。なので、例えば僕がヨーロッパから買って、何かあった際に、5年間、本国とやり取りして、サポート受けられるという感じなんですよね。で、ちょうど MS ニーブ 88M でも経験したんですけど、これはもう UK なんですけど、あれですね。まあ、エンジニアの方と、まあ、サポートで、要するに問い合わせて、一回修理してもらったのが、郵便局から、まあ、EMS っていう国際郵便があるんですけど、それで送ると。以前は伝票書いてたんですけど、なんか今伝票推奨されてなくて、ネットですね、スマホで、EMS にアカウント作って、そこで、送り先と送り元の住所を入力して、で、QR コードを郵便局でこう、見せるのかな？あ、見せるって書いてあるか。リーダーに通すと伝票が出てくるんで、それで送れると。で、手書きだと書き間違いとかもなんかいろいろあってトラブルになるので、今そうやって QR コードにしてるらしくて。それで UK までだいたい6000切るぐらいの送料ですね。で、送れるということなんで、別に僕は日本のサポートそんな期待してないというか、その、本国でいいと思ってるので、まあ、海外製品、並行輸入品って言われるのは、そういうふうにサポートを受けられるってことですね。なので、まあ、海外から買った方が安いですし、まあ、なんで安いかっていうと、ヨーロッパの税金で VAT っていう税金かかるんですけど、それが 15% ぐらいかな？ 15、6% ぐらいだと思うんですけど、それが免税されるんですよね。なので、例えば、20万の製品があったとしたら、EU 圏内で買うと、かける15、じゃないわ、15%、115% なんで、23万円で買うんですけど、違う、23万円で EU で買えるんですけど、日本で買うと20万円で輸入できると。いうことですね。で、関税消費税かかるんですけど、それって個人輸入の場合、60% の 10% なんで、つまり、20万の 60% だから12万の 10% なんで 1.2 万。なので、EU 圏内で買うと23万なんですけど、日本で買う、輸入したら21万2千円で買えるという感じなんですよね。まあそういう感じで僕は買い物してるんですけど、まあそういうのめんどくさい方がいると思うので、まあ僕の方で代理購入しますっていうお話をしてみたんですけども、で今お二人にお届けできるということで、で次の入荷が多分来月とかかな？だと思うんですけど、まあそれも、なんか全然わかんないんですけど、というわけで、まあ、また、欲しいっていう方がいらっしゃったら、ご連絡いただければ、金額と、在庫状況をお伝えしますかね。しようと思ってます。で、EC サイト、僕いくつか持っていて、まあ、以前はカメラ機材とか売ってたんですけども、まあ、オーディオ機器のサイトに切り替えようかなとちょっと思ったりしています。分かんないけど、でそうするとそのあれですね、クレジットカードとかが使えるようになるかな、なると思うので、ちょっと一回犯罪に遭ったことあったんで気をつけないといけないんですけど、チャージバックっていうのがあって、不正利用のクレジットカードで決済されてしまって、それ商品を送って結局クレジット会社カード会社に僕返金することになったんで大損したんですけど、そのチャージバックはやばすぎるので、その対応しつつなんですけども、まあ
西サイトできたら、まあクレジットカードかペイパルか何かで決済、まあ、あの現金振り込みじゃなくていただけるようになるので、ちょっと利便性は増すかなと思ったりしていて、あとあのまあ商品ラインナップして、その UCX2 だけじゃなくて、でまあ欲しい商品選んでいただけるかなっていうのはあるんですよね。でまあ僕の方で買ってっていうことなんですけど、でまあコンセプトっていうか、安全性を持ってあれですね、まあ代理購入ってことなんで、一回決済いただいてから買い付けるって形に、まあ、できればしたいかなと思っていて、うん、在庫も読めないとかあるので、でもしあの本当に ご用意できなかったらご返金するって感じですかね。まあそういう感じでちょっと今考えてるんですけど、うん、まあそういう感じで、まあとにかく UCX2 の状況のご報告でした。で次はまあ UFX3 のね、これいつ入荷するのか分かんないけど、なんかね入荷したらいいですよね。あとあの ADI Pro FS だっけな、 ADI Pro FS ブラックエディションとかも割と安くゲットできるので、もしあのご興味のある方はご連絡いただければお伝えできますね。まあ、ベイビーフェイスとかは海外で買っても割と高いので、ちょっとあんまり買い付けられないんですけどって感じですね。はい、というわけでお知らせしました。